何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ。都内のとある交番に勤めるしがない警察官だ。パトロールダーリー。今の日本は平和なんだからどうせ何も起こりやしないのによ。ったくこんなところパトロール住みいらんの本当に。ったく上の連中は。おい、そこで何してる。お疲れ様です。見なかったことにする。パトロールダーリー、今の日本は平和なんだからどうせ何も起こりやしないのに。まったく分かってねえな。見なかったことにしてんじゃねえよ。やあ。じゃないですよ。明らかに事件の香りがしたんですから不審者をスルーしないでください。警察官として職務怠慢ですよ。違うんだよフラグちゃん。何が違うんですか。ちょっとトイレ探してるだけだ。あ銃を向ける。本当に戻るの。また警察なんでしょ。公務をしなさい。いやだな。てか世論かざしてるけど結局俺を死亡ルートに乗せたいだけなんだろ。そんなことないですよ。あれ、さっきの不審者いませんね。よかった、あれは気のせいだったんだな。あ、やっぱりそうだ、さっきのおまわりさんだったんですね。で、出た。すみません、やっぱり無断でやったのがまずかったんですか。無断でやった。じゃあやっぱりその血は血。いやいや、これは違うんです。廃墟でタバスコ一気飲みしてみたって企画やってたら吹き出しちゃって。え、企画。はい、まさに地獄絵図でしたよ。おまわりさんも味わってみますか。一緒に地獄を。とりあえず事情聴取したいからその仮面取ってもらえるかな。あ、ごめんなさい、顔はちょっと見せられないです。自分素顔は NG でやってんすよ。いくらおまわりさんでも SNS とかに上げられちゃったら困るので、その辺なんとかなりませんか。以後気をつけますので。でも前にうっかり素顔を見せた時大変なことになっちゃって。まあその人はちゃんと消しました。消した。もしかして俺も消される。モブオ、本日2回目のおもらし。事情聴取する。手を開けろ。俺はこのまま消されるつもりはない。逮捕してやる。おお、それ本物ですか。本物だったら面白いことになりますよ。こんなミラクルあるんですね。動画のタイトルは廃墟でおまわりさんに本物の銃を向けられてみたで決まりだ。あ、おまわりさん、撮ってもいいですか。あなたのこと撮ってもいいかって聞いてるんですよ。撮るって命をか。俺のバックには100万人以上いるんです。みんなこれを見たらどんな反応するかな。バックが100万人もいるだと。命乞いをする。すみませんでした。どうか命だけは、命だけは。うわー、この絵もすげー。またまた出ましたね、模倣第二形態。翌日。模倣さん、昨日の不審者は殺人鬼じゃなくて大物 YouTuber だったみたいですね。模倣さんが裸で土下座してる動画の再生数すごいですよ。見ます。ほっといてくれ。残念ながらその日限りで警察をクビになった模倣であった。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待